はい、今日は 7777×4444 を9で割った時の余りを求めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。まず 7777×4444 実際に計算して9で割ると手っ取り早いですけれども、今日は応用を聞かすためにもっと最強のやり方をご紹介していきたいと思います。まず 7777×4444 を具体的に面積として表すことにします。 7777×4444 この面積の中に、まあ、9が何回取れるかですよね。9っていう塊が何回取れてどれだけ余るかっていうのを調べていきたいと思います。まずですね、縦は縦で9で割っておきます。7777÷9、はい、これ計算すると864余り1、はい、横も割っておきます。4444÷9、はい、これを計算すると493余り7、はい、こうなりますよね。で、次にですけどね、この7777っていうのは9が864回取れるわけですから、はい、面積がこうなります。9が864回取れて1余りますから、こう書き換えられるわけですよね。7777っていうのは 9×864 と1っていうふうに書き換えられます。4444も同じく書き換えます。 9×493 と7になると。さて次、 9×864 に注目すると、この値に何をかけても9で割り切れますよね。 9×864 に1をかけようが2をかけようが3をかけようが9かけるっていうことになってるんだから、その値は9で割ったら余りがないということです。要はこっからここまでの答えっていうのは余りがないってことです。だって 9×864 かけるここの値が何であっても9で割り切れるということになります。こちらも一緒ですよね。 9×493 かける何であっても9で割り切れると。さあ見えてきました。この今赤で囲ったところが9で割り切れるっていう面積になります。するとここがだけ余ってますよね。これがまさにこれを掛け算した時の答えの余りになります。ピンポイントで答え出ますよね。縦が1、横が7で余りが7になると。残りの部分は9で割り切れるから余りが0ということになって答えが7ということになります。もっと簡単にいきます。これ9で割った時の余りの簡単な求め方っていうのがありまして、9の倍数の法則っていうのは各位の合計が9の倍数になれば9で割り切れるんですけれども、今回各位の合計に注目して、これ 7+7+7+7 で28ですよね。28を9で割った時の余りと一致するわけなんですよ。これの答えが28÷9 は3、27、余り1なので余りが1。こちらも同じ4、4、16、16÷9の余りもこれと同じになります。9、1が9で余り7ですからね。だから余りだけは実は一瞬で求めることができて、余り同士の掛け算だなっていう答えが知っていれば 1×7 で答え7というふうにすぐにも出すことができます。